東京はブギウギリズムウキウキ心ズキズキワクワク正義の歌心の歌東京ブギウギ笠木静子の生涯後編笠木静子の戦後の活動は個人的な悲しみとともに再開されます。終戦後静子は1945年11月に再開した日本劇場の最初のショーに出演します。トランペット鳴らしてスイング出してアンペバー素敵に愉快な甘いメロディーラララララララガドジバージュズーナー。上海から戻った服部良一も1946年に日本劇場の新春公演で音楽活動を再開します。一方で静子と英介の幸せな時間は短く、英介は静子との結婚を認めてもらうため大阪吉本本社に戻ることになり同棲は解消されます。1946年9月静子と英介はしばしの別れを惜しみながら琵琶湖を旅行します。その後英介は大阪に戻ります。英介が静子との結婚の準備を進めている時1946年11月に静子の妊娠が分かります。知らせを受けた英介は喜び今すぐにでも結婚することを約束します。しかし母親の吉本姓の反対に遭い手間取っています。そうこうするうちに英介が突然の病に倒れ亡くなってしまいます。報告を受けた静子は号泣し何も手がつけられず英介のことしか浮かびません。不眠にも苦しみ伏せてしまいます。しかし静子は持ち前の前向きで明るい性格と友人や周囲の人たちに励まされ1948年6月に娘英子を出産します。生まれた英子のお七夜には多くの友人たちが祝福に訪れます。静子は音楽活動を再開し服部とのコラボレーションでジャズカルメンの公演を成功させます。静子は英介との結婚を望んでいたため公演終了後には舞台を引退するつもりでした。しかし英介の旧姓により彼女はシングルマザーとして子育てと舞台活動を続けることを決意します。英介の母吉本姓も息子の死もあり健康を害し1950年に亡くなります。静子はシングルマザーとして英子を一人で育てることを公表すると静子に対する声援は励ましの言葉に変わりその後の笠木静子の人生に大きな勇気を与えます。戦後の復興の中で静子は日本の芸能界で再び輝きを放ちます。服部良一は焼け野原になった東京を見て日本の復興を願い日本人に勇気と元気を与える楽曲を作ります。それが静子のキャリアと個性を生かす東京ブギウギです。この曲はアメリカ文化の象徴であるブギウギを取り入れ日本人が新たに前を向いて進む元気を曲に込め大ヒット曲となります。1947年9月に行われたレコーディングはアメリカ兵の歓声に包まれる中で行われその場で大盛り上がりを見せます。東京はブギウギリズムウキウキ心ズキズキワクワク正義の歌心の歌東京ブギウギ。レコーディングの現場が即座に祝賀会の様相を呈したことはこの曲の成功を示しています。静子はこの曲を通じて従来の歌詞とは一線を画すパフォーマンススタイルを確立します。彼女のステージは体全体を使ったダイナミックな動きと強烈な歌声で観客を魅了します。彼女のパフォーマンスは戦後の日本人に新たな活力と文化的自由を象徴するものです。スポーツ界ではプロ野球選手の藤村文夫は静子のパフォーマンスに影響を受けて自身のプレースタイルを変えるほどです。藤村のスタイル変更は後に長嶋茂雄など他の大スター選手にも影響を与えます。文学界では三島由紀夫は静子の大ファンであり彼女の存在は文学界にも大きな影響を与えます。三島は静子との対談で彼女のアーティストとしての魅力を称賛しその存在を
日本文化における重要な象徴と位置づけます。ヒット曲の中には買い物ブギなどユニークな曲も含まれ、日本中を楽しませてくれます。何はともあれ買い物が地面に魚屋さんへと飛び込んだ。タイにヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取り立て飛び切り上等かいな。これらの曲はいずれも大ヒットとなり、静子のブギの女王としての地位を不動のものにします。静子のブギウギスタイルは戦後の日本人に新たな希望とポジティブな考え方の後押しをします。彼女の業績は日本のエンターテインメント史上特筆すべきものとして記憶されています。また静子には続々と映画への出演依頼があり、女優としての道が開けます。歌が大ヒットしていることもあり、静子は映画の中で自身のヒット曲を歌う場面も多くなります。静子は特に喜劇俳優江野健との共演が多く、二人のコンビは大変な人気を博します。江野健は静子に対し芝居のツボについての助言をし、彼女の演技力の向上に大きな役割を果たします。江野健自身も静子を女優として高く評価し、彼女のことを苦労人で礼儀正しい人であると言っています。静子は黒澤明監督の映画酔いどれ天使にも出演し、その中でジャングルブギーを歌い強い印象を残します。また1949年には銀座カンカン娘に出演し、映画の中で熱唱するシーンが話題となります。実は私はこの年に生まれたのです。あの子かわいいやカンカン娘、赤いブラウスサンダル履いて。この映画は女優高峰秀子と笠木静子が貧しいながらも明るい娘たちを演じ、ユーモアたっぷりに見せます。下宿先の主人を演じたのは古今亭新章、伝説的な名人芸を披露しています。これらの映画出演は静子がブギの女王だけでなく女優としても新たな世界を作ります。笠木静子は多方面で活躍したエンターテイナーとして後世に残ります。美空ひばりと笠木静子の関係は、ひばりがまだ子供時代の頃から始まり、1948年5月、横浜国際劇場で開催された公演で、ひばりが静子のヒット曲セコハン娘を歌います。この時、ひばりはまだ幼い少女でしたが、その歌唱力とパフォーマンスは非常に印象深いものです。静子はひばりを自分の楽屋に呼び、彼女を可愛がりました。静子はベビーカサギと呼ばれるひばりを優しく見守り、ひばりも静子を尊敬しています。しかしひばりの自伝ではその後いろいろな経緯があり、ひばりと静子には確執があったと記述されており、子細は誰にも分かりませんが、これからしばらくの間二人にはわだかまりがあったようです。事実は誰にも分かりません。ひばりはその後悲しき口笛でレコードデビューを果たし、大ヒットを記録します。これより美空ひばりは大スターへの道を確実に登り始めます。静子とひばりの関係は時に競争し合いながらも、お互いに影響を与え合う形で音楽界に大きな足跡を残します。ひばりはアメリカ巡業の経験を通じて自身のアイデンティティを確立し、日本の歌謡界で独自の地位を築き上げていきます。ひばりが独自の道を歩むようになったことで、両者の関係は競争的なものから相互に尊重し合うものへと変化していきます。 NHK ラジオの番組歌の明星での共演は、静子とひばりの間にあった溝を埋める機会となります。番組では2人が和やかに東京ブギウギと東京キッドを歌い、長きにわたる確執の解消に近づいたようです。このように静子とひばりの関係は芸能界の変遷とともに変化し、お互いを尊重する関係へと成熟していったことがわかります。お互いを認め合う形で2人は次第に和解へと移行していきます。1953年には静子は経済的にも充実した生活を送っています。世田谷に広大な敷地を持つ豪邸を建て、そこで娘の英子と暮らしています。
この邸宅はその華やかさと緑豊かな庭園で笠木ガーデンと言われ、千鶴子の社交的な性格を反映したものです。笠木千鶴子の人気は若手歌手たちの台頭により徐々に薄らいでいきます。1950年代の日本は急速な経済成長を遂げ、音楽の傾向も確実に変わります。ブギウギは流行の最先端から外れます。とは一時代を築いたブギの女王としての役割を終え、新しい方向を模索することになります。1957年に千鶴子は歌手業を引退し、女優業に専念することを宣言します。彼女は自身のピーク時のイメージを保ちたいという思いからこの決断を下したようです。歌手としての華々しいキャリアを背景に、彼女は笠木千鶴子として新たなスタートを切ります。女優としての千鶴子は彼女の得意とする大阪弁を生かした演技でテレビや映画で成功を収めます。また様々な番組の審査員や CM 出演を通じて幅広い層から愛される存在となります。千鶴子の女優転身は彼女の多彩さと適応力を示すものであり、彼女は芸能界での長いキャリアを通じて多くのファンに愛され続けます。1981年、昭和56年、笠木千鶴子は乳がんの診断を受け手術を受けることとなります。彼女の闘病生活はその後数年にわたり続きます。1984年、昭和59年、古希70歳を迎えた直後にがんが再発し、病との戦いがさらに厳しいものになりました。残念ながら1985年、昭和60年3月30日、笠木千鶴子は卵巣がんのため亡くなります。70歳です。病床での彼女の最後の言葉は、日劇時代は楽しかったね、というものだったと言われています。これは、彼女が生前に感じた喜びと懐かしさの感情を表していると思われます。彼女の告別式では、生涯の師匠であり続けた服部良一が葬儀委員長を務め、愛弟子の逝去を深く悼みました。彼女が芸能界に残した遺産は今もなお多くの人々に影響を与え続けています。彼女の音楽、演技、そしてその魅力は日本のエンターテインメント史において重要な一部として語り継がれていくでしょう。 And in a Tokyo nightclub found this hotter than ever version of Western entertainment。この動画が気に入りましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。